の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話。ものすごい雨雲が、まず台風の沖縄の方ですね。それと直接ではないんですけど、明らかに影響を受けて、今新潟の方に、僕の実家がある新潟なんですけど、本当に、ね、もう実家のあたりもすごい雨で、本当にね、まあ、雲の中で何が起こっているのかを今一番、みんなが関心を持つタイミングなのかなと思います。それで、まあ、そう本当にね、実際に何て言うんですかね、単純に関心っていうんじゃなくて、身の危険を感じてるっていう地域も実際にものすごくたくさんあると思うんで、本当にね、身を守るためには主体的になれるかどうかが全てなんで、まずこういう時はですね、仕組み云々よりもまずは情報を取ってください。自分は情報を取るべきなのかどうかをまず判断してください。まずそこからだなと思います。でその上でですね、アラケン自身も例えば新潟の方でですね、台風が来る前にまずに台風の影響で梅雨前線の方影響ですね、今とてつもない雨が降ってるわけですけど、それがどういう形で降るのかと、でその仕組みを知る意味って何なのかなっていうことをちょっとですね、アラケンの方に関連して言いますと、要するにですね、自分が主体的な情報の取り方をするっていう時にですね、いつから主体的になるべきなのか、どれぐらいの間隔で情報を取るべきなのかとか、そういうのっていうのはですね、そこに住んでる自分自身が決めるわけです。それをするしかないんですね。なんですけど、それをやるときに、なんていうんですかね、仕組みを知ってる人は割と的確なモードの切り替えというかですね、ここまで来たらもう本当に1時間おきに取らないと身を守れないと判断して1時間おきに取り、ここで落ち着いてきたなと思えば、3時間おきに取るようになり、ここで一旦落ち着いたんだという判断もですね、なんていうんですかね、油断というの意味ではなくて、そこの判断が正確になっていくんですよね。だから仕組みを知っておいた方が、いいんだっていうことなんですね。で仕組みを知らないと、ある意味必要以上に怖がっておかないと危ないんですよね。本当に多めに怖がっておかないと危ないというのは、要するに仕組みを知らないからだと思うんですよ。で得体が知らないものに対しては、とにかく安全な方に寄っておかないとっていうのはですね、当然のことだと思うんですけど、で今現時点で、よくわからないという人はそういうふうにした方がいいとは思いますが、なんていうんですかね、やっぱり、過剰になってしまうんですね。やっぱりその他のやるべき仕事であるとか生活であるとか、そういうものを犠牲にしてしまうので、そういう意味でもですね、やっぱり仕組みっていうのはある程度知っといた方がいいんだっていうことなんですね。だから、アラケンのツイッターとかFacebook とか、実際に今降ってるっていうこと以外にもですね、なぜそういうものが続くのかということをですね、説明 してるものが今リアルタイムでどんどん流れてますので、ぜひ追っかけて見てほしいなと思います。で台風で雨が降るっていうことと、梅雨前線で雨が降るっていうことと、同じ量の雨が降るにしても全く別のことなんで、そうすると要するに構え方って全然違うわけなんですよ。同じように特別警報が出たりします。名前としてはですね、警報だ、なんとか警報と、なんとか注意報で、それが解除されたり、また再びってなることがあるわけですけど、そうですね、言い方難しいんですよね、センシティブな問題なんで言い方難しいんですけれど、
まあ、すぐにあの仕組みがわからないという人もですね、仕組みをわかるモチベーションにはしてほしいんですよね。分かった方が、より正しい判断ができると。で、正しい判断というか、まあ、1回や2回小さなミスを起こしても別に死にはしないと思いますけど、なんていうんですかね、ま、合ってる間違ってるっていうことでいくとですね、間違っちゃいけないっていうわけじゃないですけど、判断を修正する上で叱るべき方向に修正していけるかどうかなんですよね。主体性を持てるかどうかって。だから仕組みっていうのを知っておくことが大事だし、で仕組みを知ってる人をまずその人とコンタクトを取ると。それが例えば楽園であり、まあ信頼できる気象予報士の方であり、まあ、またあるいはそういう時に使える例えば本を持ってこれるかどうかですね。その本の叱るべきページを開けるかどうか、それと照らし合わせて今現在の警報であるとか注意報であるとか天気予報の情報を受け取るということが必要なんですよね。だから僕は例えば学芸大の学生とかに気象学を教えるときに、合ってるか間違ってるか合ってるか間違ってるか気にするなっていうことを言うんですけど、その1回の間違いとかで全てが決まるんじゃないんですよ。間違ったら間違ったでいいから、しかるべき方向に修正していく方向ように自分の主体性を保つっていうことがやっぱり一番本質的なので、そこはですね、まあ別に授業のレポートとかっていうことと関係なく、まあどういう状況でもそうだと思うんですけど、まあ、それをですね今まさにですね、特に新潟と沖縄、それから九州ですかね、ではもうリアルタイムで今求められていることですし、まあ台風はですね、まあ、弱まりながら今西日本関東っていうところに進んでくると思いますけど、まあ、僕らの、まあ、実際関東の方に住んでる人も主体性っていうのを、情報を受ける取る上での主体性っていうのをですね、今一度考えてもらえたらなと思います。で、まあ、実際にね沖縄でどういうことが起こってるのかを、まあ、それは判断材料なんで、単純にまあ、ニュースとして すごいとかひどいとか、そこで終わらずにですね、あくまで自分の身に、まあ、24時間後、48時間後ぐらいに起こるとしたらですね、自分はどういう行動を取るべきかっていうですね、まあ、そこを考える上で の材料として受け取ってもらえたらなと思います。ということで今日明日明後日はですね、特に荒研のツイッターとかフェイスブックをですね、ぜひ追い続けてほしいなと思います。本当にですね、こういう時にこの 2,3 日にどういう関心を、どういう質の高い関心を持てるかっていうのがですね、本当に大事だと思います、ね、ということで、まあ明日も多分こういう発信になると思いますけど、皆さん気をつけてお過ごしください。それではまた明日。